こんにちは、たまおです。今日は先日紹介した岩国市プレミアム商品券なんですけど、購入してきました。こんな感じですね。たまも様プレミアム商品券購入引換券の送付に、これでですね、ちょっと郵便局に買いに行って、ほらここに印鑑をして、この下がなくなっております。これで購入してきました。どうもなんか見てみましょう。もうなこんな感じですね。岩国市プレミアム商品券、ここになんかの番号書いてますね。じゃあ中開けてみるね。プレミアム商品券ですね。これが5枚ですね。よいしょ、5枚、1つ5枚続きですね。よいしょ、こんな感じで5枚続きですね。裏はまあ書いてあるのと、偽造防止のここにホログラムがついてありますね。よいしょ、これがあと、よいしょ、もう1つ2つありますね。だから1万5000円で計3万円ですね。こんな感じですね、プレミアム商品券予約でした。よいしょ、こんな感じの、あとなんかわーっといっぱい書いてるけど、岩国市のあれですね、事業者ですね、購入できるお店ですね、そちらの方がバーっと書いてありますね。まあまあ結構大体のお店は書いてあるのかな。はい、岩国にあるスーパーとかもなんかいろいろ登録してるみたいなんで、大体どこでも使えるのかな。うん、そういうことでこれを使っていきたいと思います。じゃあそういうことで今日の動画は終わりにするよ。じゃあ次の動画をよろしくね。じゃあね、バイバイ。